アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今回は、デラックスガシャコンジオン編、ジオン側でもシナンジュを、回そうと思います。まあジオン軍は僕基本連邦戦なんで、はい、これ何度も言っておるんですが、はい、ジオンの機体はどれもこれもヘボい機体ばかりなので、まあどうせ大したことない機体なのはもう100も承知の上なんですが、まあせっかく新しい機体が出たということで、まあ一応回そうと思います。はい、あとですね、前回のユニコーンで30連キル、初めてのユニコーンガンダムに乗って大規模戦に参加してみたっていう動画の、まあコメントなんですけど、まあ YouTube の方はね、いつも通り、はい、エテポンゲさんのユニコーンマジ強、マジ強マンジ、エテポンゲさんマジでかっけ、めっ、つえ、最強じゃんとか、そういうコメントが、数多く見られましたが、ニコニコさんの方でね、はい、ニコニコさんの方で、まず、連邦の白いお荷物タグがないやり直し、まあ、これはまあね、いいんですよ。シンプルな雑魚タグで草生やした、超なんかいつももっとさ、いや、もっとあるやん、もっと、なんかいつも連邦の白いお荷物しかりさ、出川とかあるやん。シンプルに雑魚じゃん、これ。シンプルに雑魚。ニコりたくなったわ、このコメント。久しぶりにニコりたくなりました。で、あとね、あとね、はい、こちらですね、はい、B 軍マグナムなしは頭おかしいわ。わざとやってんの。俺は一度もわざとガンダムオンラインをプレイしたことないんだ。本気じゃ、いつも。一緒にすんなよ、そうやって編集でうまいところだけくっつけてるようなやつらと一緒にすんな。はい、てなわけで、今回は、デラックスガチャコンチケットが20枚ありますので、まあ金座当たりますね、これは。まあけど僕連邦戦なんで本当当たらなくても結構です。はい、いりません。連邦しかやらないんで、アムロなんで、僕はアムロなんで、フルフロンタルとか別に興味ないし、はい、いや、もう適当に回すわ。うん、本当にいらないんで、弱いし、どうせ弱いし、赤い機体とか目立つだけやし、こんな。まあけどギラズール当たってもいいかな。しゃっ、はっ、あ、
ちょっと待って、銀図もないやん。ちょマジクソ、マジクソじゃんこれ。もうクソゲ、クソゲ、マジクソゲ引退、クソゲ引退よ。マジクソじゃんこれ。銀図もないし。